はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆきちです。島田のおっさんです。よろしくお願いします。さあ、おっさんのですね、悩み相談をやっていこうということでですね、はい、昨日ライブしたんですけど、はい、それでですね、意外とライブの中で面白い悩みたくさんいただきまして、ね、そちらもぜひ見ていただきたいんですが、その中からね、いくつかピックアップして、こういうふうに動画にしていきたいと思います。はい、お願いします。1個目、はい、仕事にやりがいを感じられません。助けてください。もうこれはかなり、切実な悩みですよね。ですね。あ、仕事にやりがい、どうですか、島田さんとしては。いや、島田のおっさんもですね、正直勤め始めてのこの数年間は、やりがいというよりかは、もう覚えるので必死で、もうただただひたすらやり続けたって感じでしたね。まずついていけないですもんね。ついていけないです、そもそも、周りの人に、そう、だからやりがいを感じ始めたのが大体3年目ぐらいで、じゃあちょっとお前にここ任すわって上司に言われた瞬間からでしたね。それいいですよね。よし、よっしゃ、よっしゃ、ありますよね。例えばその、新規エリアのところ、お前ちょっとお前一人で回ってこいよと言ったふうに、あ、俺一人で行っていいんですかみたいな感じで、そこで初めてやりがい、なるほどね、なんか改めてこう仕事を任された時、だそこに行き着くまではやっぱやりがいってなかなか感じれなかったですね。どうですかね、そんな感じで。そうですね、でも僕ね、島田のおっさんのアドバイスすごいいいなと思ってて、はい、やりがいってなんか抽象的じゃないですか。やりがいって見たことあります？これね、ライブでも言ってね、笑いを取ったんですけど、やりがいって存在しないんですよね。これ、心理学的に言えば心理主義って言って、存在しない心理のせいにしてるだけなんですよ、これって。そうそう、だからね、実はですね、そのやりがいを求めるっていうこと自体が実はすごくおかしくて。なんだ、なんでかっていうと、よくわかんないものを求めてるわけですよ。だからやりがいをないから不安ってなっちゃうと、これはね、もう不安の連鎖にはまっちゃうんで。いや、その確かにその、今経営者としてその従業員雇ってますけど、だから従業員一人一人にとってやりがいに感じてるポイントが違うんですよね。それです、それです、それ今ね、僕それを言おうとしてて、そのやりがいの、その島田のおっさんは自分の成長の実感っていうのがやりがいっていう言葉に当てはまったというだけの話なんですよね。その従業員みんなによってやっぱ違うじゃないですか。違うんですよ。それに対してやっぱりこう、みんながみんなどういうことを求めて、仕事に何々さんは何を求めてるのかなっていうのを考えながら、よりなんか満足度の高い仕事場にしていくっていうのはすごい大事なことだし、一人がね、もうずーっとやりがいがない、やりがいがないってなってると、その人にやりがいを提供するっていうのは雇用側からしたら無理なんですよね。いや、そう、そこ難しいのよ、そう、一番苦労してます、なんでこの人やる気出さないんだろうなって悩んじゃうんですよ。でもこれはね、もう本当にその白馬の王子様を求めている女子中学生と同じで難しいやつだ。来ないですよ、そんなの。絶対来ないやつだ。本当に難しいんですよ。だから何を求めているかっていうことがはっきりしてないことを提供は絶対できないし、それは雇用主もそうだし、自分自身もそうなんですよ。なるほどね。そうそう、だからね、このやりがいっていうのはね、まず抽象的な話だから、正直何でもいいって思った方がいい。で、絶対にもらえるやりがいが一つあるんですよ。知りたいですか？知りたい。金です。金です。いや、でも正直な話、その会社側として言うは、その経営側がその働いてる、くれる人たちに評価をしますっていうのは、いや、頑張ってるねって一言よりは金額の上積みですからね。これね、今のね、ゆうきちの話を聞いて、はぁって思った人多いと思うんですよ、これ見てて。は、俺も仕事はやりがいあるし、やりがいがないなんて言ってるお前おかしいっていうふうに多分思うと思うんですけど、これはですね、やりがいがある人っていうのは、そのやりがい、自分なりに決めたやりがいっていうものをそこに見出してるっていうことなので、すごい幸せなことなので、それは本当にやりがいでいいと思うんです。それは全く問題ない。そうですね。ポイントとしては、やりがいがないと思うと、それは本当に実害が出てくるんで、心が辛くなってきちゃうんでね、そう、心のね、柔軟性がなくなっちゃうんですよ。なるほどね。そう、確かに確かに。だから絶対に働くところには必ず給料ってのがあるじゃないですか。はい。ね、周りに人と話、コミュニケーションがやりがいだよっていうと、周りのコミュニケーションがない仕事の場合はやりがいが得られないですよ。
島田さんみたいに自分の成長がやりがいってなると、成長を全然実感できないっていう仕事の時にやりがいが得られないですよ。ああ、確かにそうですね。そう。だから、この質問に答えるためには、もうね、100% 仕事をしたらもらえるものをやりがいに設定するのが一番なんです。なるほど。そう。確かに。やったからには必ず得られるものですもんね。そうなんですよ、うんうん。なので、いただいたお給料、それがやりがいです。なるほど。これはね本当に精神的な安定を取り戻しますよ、うん、でそれはねなんで今まではそれをやりがいと決めてなかったってだけなんですよ、うんうんうん、だからそれをまずやりがいなんだっていうことをこの動画で学ぶ。そしてもう一つですね、そのもらったお給料の実感をやっぱ自分の中で体感するあっていうのがもうおすすめですよ。手に取るみたいな感じですかね。そうそうそう、だから例えば、うんうんうん、銀行振り込み多分されると思って、うん、それを一回下ろしてみてその手触りをね、あ、夜こうやって一緒に寝てみる、封筒と一緒に寝てみると、ああ、ゆうきちくんとそうそうそう、10人のゆうきちくんと寝てみるとかね。別に全額下ろさなくていいんですけど、うんうんうん、自分が1ヶ月働いたものがどれぐらいの量なのか、僕結構おすすめなのは、その貯金もある方もいらっしゃると思うんで、例えばまあ何百万って下ろす必要は全然ないんですけど、例えば月手取りで例えば20万もらってる人だったら20万下ろしてみて、1ヶ月でこれぐらい働いたんだなっていうのをこう 手触りをもう実感してもらうとね、人間のねその基本的な感覚を取り戻すことができるんですね。これはねおすすめです。それこそがやりがいだっていうふうにこう自分で決めてあげるとですね、納得できる。なるほどね。だからその実際にそのやりがいがなかったら仕事じゃないのかっていうところの中で、やりがいがなくてもいいっていうことなんですよね、やりがいなんかないと思うけどね、うん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 、それはだから勝手に決めてることで、うん、そうそう、だから島田のおっさんはやりがいがあったんじゃなくて、その自分が成長できたっていう実感があっただけなのね、まあだからそのもしそれがなかったらダメだっていうことであれば、自分のね、そうそう、働くモチベーションとして、それはまずお金に設定して、まず必ず誰しもが得られる実感だからですよね。そういうこと、そういうこと、うん、平等にいられる実感だから、まずそこを頼りに働き始めて、うん、新たなやりがいが見つかればそれにすがればいいだろうし、うん、それが見つからなければさらにそのね、その手にできる実感をそのまま伸ばしていけばいいしってことですね、うんうん、簡単な話ですね簡単ではないよ問題、物事のね、これね結構本当にライフハックなんですけど、うん、物事の解決手段をですね確実に手に入るものに置くっていうのはすごいいいライフハックですよ、うんうん、何にするにしても、うん、もう例えばフランス料理も高級フランス料理食べたことないんで、それを食べないと幸せじゃないって思うのはこれ不幸なんですよ。もしかしたら食べられないかもしれないしね、あ、うん、そうだからいつも食べてるものに対してありがたみを感じる、うん、あ、この牛丼いつもなんか漫然と食ってるけどむっちゃうまいなみたいな感じのライフハックは僕はねおすすめいたします。なのでね、はい、今毎月振り込まれるそのお金こそがやりがいということでね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでおっさんチャンネルでした。さようなら。